伊豆高原駅は、静岡県伊東市八幡田屋にある、伊豆急行伊豆急行線の駅である。駅番号は、合図06。第1回中部の駅100線に選ばれた。所在地の地名は、伊東市八幡田屋だが、別荘地や交絡地として、開発の拠点とする意図を踏まえ、伊豆高原とされた。島式ホーム1面2線と、単式ホーム1面1線、計2面3線を有する地上駅。 海側に車両基地が併設されている。駅舎は高台の上にある京城駅だがエスカレーターエレベーターを利用すると階段を使わないでホームと改札の移動が可能である。なおエスカレーターは上りのみの片方向運転のためホーム階から改札外への移動のみ可能。以前は高原口、八幡の口の二つの改札口を有していた。高原口は 現在の改札口付近にあり、それとは別に、伊豆急下田よりにも、ヤワタノの駅舎と改札があった。現在の駅ビル、山もプラザの完成によりヤワタ改札は廃止され、改札は高原口側に集約された。なお現在も、駅ビルを境に北側は、高原口、南側は、八幡ノ口と呼ばれている。当駅は、特急停車駅のため緑の窓口と、 自動券売機が設置されている。緑の窓口には、伝承式の指定席空席案内もある。LED 式列車案内も設置済み。スイカ及びスイカと相互利用可能な IC カードは、伊豆急行線内全域で利用可能であり、当駅を含む一部の駅には簡易チャージ機も設置されている。十時、十二時、十四時、十七時には、高原口横の塔の鐘の演奏がある。 曲は季節ごとに異なる。伊豆急グループの伊豆急物産により、主に以下の駅弁を発売している。中には当駅でしか手に入らないものがある。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。その他、駅前には有料駐車場が多く、美術館や博物館などの観光施設のほか、ペンションや別荘など多い。また高原口の前には、足もあり。 休日は常に観光客で混雑する。有料駐車場は場所によっては駐車する時間で安くなる場合がある。赤沢海岸方面は、日中は予約制デマンドタクシーでの運行となる。伊豆高原駅、高原口伊豆高原駅山も口、八幡、野口特急、踊り子、サフィール踊り子の隣の停車駅は、各列車記事を参照。ありがとうございます。